第52回日本レコード大賞は2010年12月30日に新国立劇場中劇場で行われた52回目の日本レコード大賞である。第52回の大賞はエグザイルの I Wish for You に決定した。エグザイルは3年連続3度目の受賞で3連覇は第45回の浜崎歩未来7年ぶり史上2組目男性歌手グループとしては 史上初、対象受賞曲を発表したプレゼンターは、制定委員長の服部勝久なお、最優秀新人賞は、スマイルエイジに決定した。日本人歌手が受賞したのは、第49回以来3年ぶり。ハロー。プロジェクト所属歌手の受賞は、第40回のモーニング娘。第49回のドキュートに続いて3組目。また、スペシャルプレゼンターとして、 俳優の安倍博士が務めた。例年、最優秀新人賞の発表は、大賞の前に行うが、今回は20時過ぎに繰り上げての発表になった。また例年、最優秀新人賞の発表は、新人賞受賞者がステージ上に整列して行うが、今回は、発表時に、少女時代が会場にいなかったため行われなかった。最優秀歌唱賞は、近藤正彦に決定した。 対象、最優秀歌唱賞、最優秀新人賞の主要3賞をすべて獲得したのは史上5組目。ジャニーズ事務所所属の歌手が参加したのは第37回のスマップ以来15年ぶり。司会は昨年に続いて坂井正明と藤原の理科が務めた。視聴率は第2部が前年より1.5ピー高い15.0%、2年ぶり15%台に。 回復したものの、時間帯3位に下がった。裏番組では、日本テレビのグルナイ最終後地区日決定戦。第2部が17.5%で時間帯1位だった。数字は、ビデオリサーチ者調べ、関東地区。なお、テレビ放送におけるレコード対象としては、最後のアナログ放送となった。また、この回をもって、ブロンズ像の授与が最後となった。ありがとうございます。